クーリーの同性ポットスチルクーリー蒸留所はアイルランド・ラウス県クーリー半島にあるアイリッシュウイスキーの蒸留所。1987年にジョンティー・リングによって古いジャガイモを原料とした酒のプラントから転換された。2011年12月16日、ビーム社がクーリー蒸留所の9500万ドルでの買収計画を発表した。 売却は2012年1月17日に終了した。ビーム社は2014年4月30日以降はサントリーホールディングス傘下となっており、現在クーリー蒸留所はビームサントリーの子会社となっている。1985年、ハーバード大でアイリッシュウイスキーの歴史の研究をし、その栄光精水を見てきたジョン・ティー・リング氏が国営のジャガイモのシュナップス蒸留所を買収した。 アイルランドで100年ぶりに新しいウイスキー蒸留所が誕生した。それから2年ほどで2期の等式蒸留機を持つ蒸留所に転換された。1998年、インターナショナルワインスピリッツコンペティションで優れた品質と時間をかけて堂々たる評判を獲得したことからトロフィーが授与された。クーリーはトロフィーを受賞した初めての蒸留所となった。2011年12月、 クーリー上流所は9500万ドルでビーム社に買収された。2014年4月30日に日本のサントリーに買収され、ビームサントリーの子会社となっている。クーリー社はポティーンも販売しており、現在はダブリンの1店舗とダブリン空港のみで入手可能であるが、アメリカなど他の市場でも販売するために生産を拡大する予定である。 二機の等式蒸留機とポットスチルが特徴である。通常3回蒸留される他の多くのアイリッシュウイスキーと異なり、クーリーの生産品は、後期成分の一部が除去されると考えられる3回目の蒸留を行っておらず、一般的に2回蒸留である。クーリーは開業以来300以上のメダルを獲得している。その他に受賞したものでは、 イーワスックから2008年と2009年のヨーロピアンディスティラーオブザイヤーや2008年のディスティラーオブザイヤーを受賞しており、モルトアドボケート氏の2010年度のディスティラーオブザイヤーとなっている。クーリー上流所の生産する個別品目の受賞では2005年にキルベガンデイーワスックのベストインクラスを2004年にターコネルデイーワスックのゴールドメダルを 2010年にグリーノアでイーワスックのゴールドメダルとベストインクラスを、また2010年にグリーノアで世界ウイスキー賞のベストインクラスを受賞している。ありがとうございます。